まず訪れたのは札幌市南区にある滝のすずらん丘陵公園です。なるほど。東京ドーム84個分の広大な土地にはエゾヤマザクラや八重桜などおよそ630本植えられています。広いからな。こちらは札幌市街地と比べて気温が2度ほど低いということで、そんなに違うんですか。ちょうど今桜の見頃を迎えているんだそうです。なんか道外から来られた方なんかはまた見れてびっくりしたりしますよね。遊ぶところも多いしいいかもな明日、はい、そして例年より5日ほど開花が早くちょうどゴールデンウィークにお花見を楽しめるということなので、桜が多く咲く渓流エリア特におすすめです。ですね、こちらも無料で入ることができますよ。さあ一方ちょうど今満開となっているのが梅の名所として知られる清田区の平岡公園です。いいですね、青空がいい。今年は暖かい日が続いたことからこれまでの記録で最も早い先月20日に開花が発表されました。先週の金曜日には白梅が満開となり、今日は風が吹くとひらひらっと花びらが散る桜吹雪ならぬ梅吹雪が見られました。ちなみに濃いピンクの花びらが特徴の紅梅は今日満開です。あ、一番いい時だ。じゃあいい香りもするんです。赤と白の割合がね、赤の方が4割って神田さんさっきおっしゃってましたけど、この割合もなんか全体的に見たら綺麗ですよね。で梅の花ってまた桜の花と違ってコロンとしててとっても可愛らしいです。あれこれは、はい、園内では今月7日まで梅祭り開催されてます。この時期だけの梅ソフトクリーム、美味しいんだよな。やっぱり今年も大人気です。他にも梅の香りがほんのり香る名物の梅林そばやスイーツも楽しめます。平岡公園の梅の見頃はゴールデンウィークいっぱい続く見通しです。